そうですね、まあ、環境がまあセブリンとは全然違う、セブリンがまあ1時間ぐらいのシェイクダウンだったし、はい、サーキットの特性も全然違う、ここはもうとにかくハイスピードなコースで、でアップダウンもすごいし、だそういう意味ではこう違う場所で乗って、ね、車がこういう風になるっていうのも十分というか、まあだいぶ分かって勉強できたし、で、まあ、朝ちょっと気温が低かったんだけど、ねえーまあ、しっかりと今日ね、うん、ある意味フルメニューで走れたのですごい良かったし、まあ楽しかったです。そうですね、まあ、事前にもちろんチームと、うん、話し合い進めて作ったプログラムですけど、まあ、ほぼそれ通りに進めることができたので、すごく実り良かったと思います。まあ、もちろんまずは車に慣れること、うん、でサーキットに慣れて、はい、でその状態でもちろんその状況にこう環境に、ね、車をやっぱ合わせていかなきゃいけないですね、はい、でそのセットアップを変えて、そのことによって車はどう変わるのかっていうことをやっぱり勉強しなきゃいけないです、うん、そうですよね、で、まあ、ガソリンの積載量による違い、うん、フルタンクでの車の挙動とかそういうことをこう、はい、まあ、経験しました。あ、すごく良かったですよ。だからまあトラブルなく、うんうんね、きっちりとこう一日ねプログラムを得られたので、うん、すごくまあソリッドっていうか、まあなんて言ったらいいかな、一日良かったと思います。だから今日、うん、まあ、大きくまたステップをね、そうですね、上げられたので、まあ明日、また同じぐらいね上げていけば、上げていくのが目標かな。まあ直接比較はできないですよね。そのまああまりにもスペック上違うので、まあ、何しろ、まあ、200キロ近く重いっていうのは感じます。もちろん感じる。ただまあ一番大きな違いはとにかくタイヤウォーマーもないわけで、うん、 そうですね、そのあたりこうね、こうビルドアップっていうか、なんて言ったらいいのかな、例えばニュータイヤ入ってもすぐにアタックできるわけじゃなくて、しっかりとこの、ね、タイヤを温めて土台を作っていかなきゃいけない。そのあたりはその特殊なテクニックも必要だしね、経験も必要だと思うので、少しずつ勉強したいです。いや、好きですよ。ね、オープンな感じだし、ね、だから、まあ、だいぶね、ファンとは違うけど、ただエンジニアリングのクオリティはすごく高いので、うん、だから、もちろんハードウェアが違うだけだから、エンジニアのレベルはすごい高いと思いますね。で、まあ、ファンのに対してはちょっとまだ分かんないね、うん、レースが始まってみないと。ただまあ、はい、うん、すごいオープンでね、ファンとの距離も近いってことは十分に知ってるので、はい、まあそのあたりは楽しみにしてるし、はい、うん、分かりました。初日の感想としては、はい、今日10位でしたよね、はい、最終的には。まあそれでちょっとね、メッドのチームで、はい、試すパーツもちょっとあったりして、はいはいはい、まあ、あまりこうスピードを追求したというよりは、まあ、こう引き出しを増やすためにちょっとこの今までテストしたことないウイングのものを使ってみたりとか、そういうのに時間を結構使ったんですよね。だからまだ自分寄りのセットアップにはできてないっていうのがまあ現状なんですけど、まあ明日またシャーシが変わるんですけど、はいはいはい、まあ、今日ユーズドではね結構乗りやすくて、ただ新品タイヤ履いた時にちょっとバランスがやっぱ崩れてしまったんで、まあその辺チームはもう何したらいいかっていうのは理解してるみたいだし、まあ落ち着いてやるだけですね。そうそうそう、新品履いてその前にスピンしてね、スポンジバリアにぶつかって絶対なんか曲がったと思うんですよね。ちょっとあんまり調子良くなかったです、それ以来、それから。だからまあ本当はベストな状態でちょっとアタックしたかったけど、でもまあフィーリング良かったですよ、ユーズドで。あ、そうですか。まあプログラムの数としてはすごく量があるんで、全部は全くこなせてないですけど、でもまあ、チームもね、この方針として迷ったらやらないっていう、そのもうそれは使わないっていうのがあるみたいで、だから1個のパーツを判断するのに結構時間かかるんですよ。何回も付けたり、同じのパーツなんですけど付け替えたりして、で結果が出るまでやるみたいな感じで、分からない状態でほっとかないんで、そういう意味ではプログラムもいっぱいあってもこなしていくスピードっていうのが、まあ、本当に時間かかる。
AJR ってちょっとねこうふわふわした感じで、うん、試すものリストはもうこのチームよりもっとあって、でそれを全部とにかく1日で試しちゃうんですよ、うんうん、だけど結局、うん、あれ良かったかなこれ良かったかなとかって言ってるうちにこう方向性を見失いがちなところがあるけど、ちゃんとここはもしかしたら今、ね、路面が良くなったかもしれないからタイムアップしたのかなとか、その他の要素もちゃんと考えて、もう本当にじっくり型だから本当にポリシーを持ってやってますよ。そ、まあ、昔からそうしてきたらしいです、うん、まあ、それがちょっとまあまあだからね、逆に良くなるのには時間がかかるのかもしれないけど、なった時にはもう方向性見失わないですよね。